どうも、テラクです。今日もミンゴルやっていきましょう。はい、あとは閉山してる山には登らないようにしましょうね、皆さん。理由があるからね。登っちゃいけない理由があるからということで、ツアーでゴルフやっていきましょう。クローゼット、とりあえず装備を最大にして挑むと。1個開けましょう。お、2つ。何が出るでしょうか。ではですね、しのみちゃん可愛いよね、これ。これいいんですよ、すごく。これはすごくいい。かなり好き。じゃあ1試合だけやっていきましょう。気ままのキングさん2347と、右側の人パンチ効いてますね。センスありますね、この方。パリスロ、で場所がそこか。風が、ああなるほどね。どうでしょう。まあ相手が先なので結構、ああでも今日の調子わかんないな。まあ自分の調子次第で勝ち負けが決まると、そんな感じですね。霊峰、多分もうこの時点でほぼ勝ちですね。ほぼ勝ち。いいですね。行きましょう。まあ低反発でも打ちますか。この辺でいいかな。オッケー。いや今日調子悪いかもしんない。はい。いいですね。まあこれで勝ったら終わりなんで頑張りましょう。左から右からつける感じなんですけど、よし、オッケー。これちょっと待てよ、霊峰じゃないと負けるんだった。危ねえ。途中で気づいた。あ、ちょっと弱いな。ああ、なんとかなった。じゃあ挨拶しとこう。武士道だと負ける可能性があったので霊峰に切り替えました。これは絶対勝ちですね。まあ相手が 1.6 でも勝ちだと思う。長ちゃん決めても勝ちだと思う。まあやっぱり先に打つとかがあるので、まあ、しょうがないかなと。この辺りはしょうがないですね。
んな。やったー。はい、ゴールドボックスばっかだな。1030では、クローゼットでセットコーデを A でですね、まあブースト20なのでちょっと一回戻そうかなと思います。ブーストを腕時計に変えて、でこっちはヘッドホンに変えると。それで、まあ、確定をして31.8、なんですけど、もうさらに服どうしようかな。服はやっぱ変えるか。服も変えましょう。ノースリーブジャケット、超パワーモードプラゴ、これ使うか。これやっちゃうかな。うん、超パワーモードプラゴ。靴とかある？靴。これ超パワーモードプラゴ。超パワーモードをちょっと使っちゃおうかなと。スキル。超パワー20。うん。こうするとなくなるかな。19か。あ、残り1だったのか。もったいねえな、これ。手袋は持っといた方がいいか。セカンドアニバーサリープラ6。で、ヘッド、なんかないかな。晴れがプラゴ。晴れ得意。よし、これにしよう。むちゃくちゃやけど、晴れ得意は全パラ2%。まあ2%でもいいか。5%とかないかな。本領発揮が 3% だから、本領発揮のプラゴがあったらいいんですけど、ないんで。うん、まあしゃあないかな。これが限界か。もしくはファンシードレスゴーストキャット、ファンシードレスコントロール5、ゴーストキャットはボールコンディション。まあベストな選択かな、これが。BP ブーストは32という感じですね。集中力、セーフティーセンス、パワーモード得意プラゴ。海賊の公開術、フォーミングパワーモード得意、ファライヤーセーブ、ベアグランドウォーター、イベピーブーストランクマ、イベントポイント獲得量が 5% アップ。本領発揮がプラ3。本領発揮プラ3か。本領発揮プラ3？かわいい。これはかわいいな。AP ブーストもつけるか。これイベントポイント獲得量 5% だよね。グロリアいいね。 32.2。 どうしよっかな。
で、この本領秋プラさんだから、てこれが今プラ5か、小でプラ5だから強いね。やっぱ本領秋プラ5、これもプラ5、プラ5なんだな。だから 3% なんだ。うん、それならしょうがないかな。でもプラゴにする方法はあるから関係ないか。そしたらこれプラ3だもんね。意味ない意味ない意味ない。まあいっか、ちょっとこれでやってみますか。超パワーの祝砲が1発、低反発が2発。うん、はい、では乱闘なやっていきましょう。2回ですね。ここはとりあえず打つ。調子いいのかな。あんまり風ないな。1メーターもないか。うん、これ1メーターもないな。1メーターもないぞ。1,2,3 かな。でした。で、低反発はここで使っていいんだっけ。うん、いい、大丈夫。こんな感じか。もうちょい右でもいいか。そしたらやりすぎか。ここ、そんで強めでいいのか、強めで打っていいのか。ああ、いや、風があるんだよね。そうだった、風があるんだった。でも 1m たったの。もう 100%1m これ。ああ、失敗した。やばい、もう失敗してんじゃねえっつー。ほらね、 1m。これぐらいかな。意外に走ってる。後半は走ってない。ダメか。これとりあえず次のホール行きたいんで、パーで。まあ、亀ショット打ってたら、そら、しょうがないっすよ。一番下じゃないか。あ、とりあえず上に行った。ここですね。横か。3メーターぐらいかな。超パワー使います。381。これでいい。最初に霊峰じゃないな。最初に超パワーでいいんだ。で、これ一回打ちましょう。オッケー。うん。で、205にしといて。で、これを、210、あ、大丈夫かな。大丈夫だと思う。210で、低反発じゃない、霊峰。で、フラットだな。ほぼフラットだけど、ちょっとやるとくか。ちょっと色つけときます。それで、そうそう、霊峰だからいいんだ。
で、高さはあるんだよね、少しだけね。だから高さも少し盛る。どんぐらい？こんぐらい？これでいい感じになるはず。 OK。 ほえー、うん、これがやりたかったんですよ。で決めていくと、そんなに傾いてないな。あれやば、ニアピン負けるじゃんこんな。 OK、 よし。ただ第一ホールでパーだったんで、結局4アンダーは取れないと。うん、まだ1位ワンチャンあるか。3000の差か。1位はないですね。はい、ベストダイブ取っていく。2位ぐらいはいけるかな、なんとか。うん、最初ホール見ましょう。風は8メーターないか、6メーターぐらいかな。まあ1ぐらいでいいか。見ますか。なるほど。少し右、もうちょい右かな。このぐらいかな。風強いか。いやー、内側に入れたい。だ、このぐらいにしとくか。んで、下。低反発、6メーターの風、ぴったりは良くないから、ちょい強めで。OK。うん。まあ、いいでしょう。左か。もうちょい、うん、もうちょいあれだな。調整できたね。でもいい、大丈夫。とりあえず入れましょう。これぐらいでいいか。OK。うん。はい、これがやりたかったんですよ。最初カメショットさえ打たなければ、まあ4アンダーは取れてたと。だこれでいいかな。うん、7189。じゃあ次のゲームで4アンダー取りましょう。うん、4アンダー取っていこう。カメショットさえ出さなければ0メーター0メーターっていうパターン。下0メーター。うーん、でも1メーターも0メーターも変わんないよな。うん、でここで1,2,3 かな。で、低反発で風は何もない。ちょっと右やっとくか。どうだろう。で、これちょい強め打つか。これでいいかな。 OK。あー、どうだ。考えすぎたか。うん、多分ピ考えすぎたかな。
オッケー、よし。ベストドライブは多分取れないかな。うん、ベストドライブは取れないでしょうね。ニアピンは取れて、ジャスト、ん？なんだっけ。二つはつくかな。はい、ベストドライブ、ベストニアピンと。ベストインパクトはつかなかった。マジか。惜しい。くそー。いやー、そうですね。3回 100% じゃないとダメだったのか。風。うん。この風はすごくいい風。とてもいい風。この辺でいいかな。打ちましょう。OK。203、203で、次が210で打ちますからもう大丈夫と。完全フラット、完璧なフラット、で霊峰もう見なくていい、あっちは見なくていいんで、若干高めなんだよな、若干高め。 OK、 入る可能性すらあるな、これは。うわー、足りてない。見とけよかった。 4.5m、 もうちょい強めか。しまったな、やっちゃいました、すいません。この辺でいいか。入るよね。いや厳しいな、ここ大丈夫か。よし、4アンダーの道なんとかつなぎた。うん、そうですね、ベストドライブぐらいかな、つくの。ニアピンつかなそう。失敗した。4メーター足りないか。4メーター、調整がいりますね。調整が4メーターだったらもうちょい色つけて打ってもよかったということで、うん、もうちょっとだけ強めだそうですね、はい、ベストドライブのみもらいました。じゃあ最終ホールやっていきましょう。うん、あーそこか。で風が真横か。うん、123かな、どうだろう。んで低反発、こんな感じなんですけど、他の人のショットを見てからやります。みんなあれだな、風考えてないな、みんな無風か、みんな無風か、みんな無風なんだ。そっか、マジ。風があれか、あっちだな、あっちに向かってるから、最悪落ちないように打つ。これはダメ。ダメじゃないか。いいか。打つか。1ヤードか、たったの。
厳しいか。ほえ。いや、めっちゃ風吹いてる。6.3m。ちょ、ひよったね。7m か。じゃあこれ最後は外しますな。うわ、外した。めちゃくちゃ外した。マジかよ。いやー、ひよったひよった。6メーターか。あー、よくない。いやいやいや、まあそれでも1位っておかしいだろ。ですね、これなんで失敗したかというと、皆さん無風で打ってるんですよ。無風を使って全員無風で打ってたんで分かんなかったです。はい、すいません。7メーターね、7メーター。少なくても7メーターの風はあるということで、今日のミンゴルいかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントはいつもありがとうございます。なんかある、なんかある、お、なんかある、なんかある。ちょっと靴ガチャって終わりにしようと思ったんですけど、せっかくなんで靴入ったらしいですね。なんかね、やっぱこれすげえ好きだわ。こっちのコスチュームの方でこだわってんのすごい好き。ハロウィンウィッチ、ああ男性用と女性用ね。なるほど。女性用はこんな感じと。先グリーンブーツですね。先グリーンブーツ。何がある、ハロウィンウィッチ。まあ、ハロウィン用ですね。なので、東雲ちゃんに。これもかなりできてるんですけど、かなりもう完全にできてるんですけど、でもまあ、ちょっとハロウィン色をつけましょう。少し。全然似合わないな。いや、どうしようかな。何かで補えばいけるけど、まあ、とりあえずこれでいいでしょう。はい。こんな感じと。では、ガチャやっていきましょう。そうですね。4アンダーはお預けと。4アンダーお預けで。はい、いきます。4アンダーはお預けと。しゃあないね。これどうだったっけ ?1 か。こっちは4。だからアバターからいきましょう。アバターガチャ。はい。では、何か当たるかもしれない。はい。来ました。当てていきましょう。新作欲しいですね、新作。天然石ネックレス。これは大当たりですね。よっしゃ。取れ高ありました。よかったです。ドバヤ版。こちらも1枚あるので引いていきましょう。2回連続。お、来たー。これは、これはいいね。これはね、これサムネ、サムネ使っちゃおう。パンクミニスカート。サムネ使おう。いいね。なかなか
良かったんじゃないでしょうか。クローゼット、ちょっと天然石だけ新作なんでちょっと見ようかなと思います。インペリアル C か、インペリアルか。全パラ1パーアップ、最大で5パーか。コントロール100アップ、おーすげえ。インペリアル C やばいな。コントロール25アップか。インペリアル C 他にあるかな、ないか。インペリアル系はここに、インペリアルあったっけ、これインペリアル、いや違う、これか。インペリアル C じゃないんだな、あんまり持ってないですね。はい、そっか。まあそれでも5ポイントつくから、まあありっちゃありですね。しのめちゃんに着せよう。これアクセサリーつくかな。あ、つきましたね。あんまり目立たないですけど、アクセサリーはつきましたと。腕時計はすると。タンザナイトウォッチ、タンザナイトウォッチやっぱりつけとかないと。でこっちに、こっちで首飾りと。うん、はい。それでは、今日のミンゴルは終了したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。何かご用ですか。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。